何万だ仏何万だ仏何万だ仏何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ仏何万だ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 仏何万だ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 何万だ仏何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ何万だ何万だ仏何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ仏何万だ叱るに経に門というは主上仏願の正気本末を聞きて疑心あることなしこれを門というなりと何万だ仏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 何万だ何万だ仏何万だ皆さん、こんにちは。ようこそ動画をご覧くださいました。千葉県の柏市というところにある西宝寺というお寺の西原大地と申します。本日16日はこの浄土真宗という見教えを明らかにしてくださいました五戒さん親鸞聖人のご命日のご縁であります。この度はこの南無阿弥陀仏というお念仏のお祝いを聞かせていただくところにこの命は力なく虚しく終わっていく命ではない、次の境界仏様がご覧になっているお浄土という境界に参らせていただく命であった、そして私自身、全てのものを自由自在に救う仏様にならせていただく命であった、このようにこの命の意味が大きくお祝いを聞き開かせていただくところに転換されていく、そのことを一つテーマに本日はお話をさせていただきたいと思います。まずはじめに多くの方々はこのお念仏に対してどういったこう印象を持っていらっしゃるのか、これはですね、すでにご逝去なさいました豊島学友という布教師の大先生が認められた人生というそういったこう書籍の中で紹介してくださっているんですが、まだ浄土真宗の見教えを学び始めて日の浅い方々に対しまして、お念仏に対して、どんなこう受け止め方をしてくださっているのかアンケートを取ったんですね。でそのアンケートの結果が認められた人生という本の中に掲載されておる。でいろんなね声がありまして、例えばお念仏というのは日常生活の困難に対する解決の即効性がないとか、あとは、これは僧侶自身私自身反省すべきところなんでしょうけれども、お念仏をしている人に魅力がないですとか、でいろんな意見があるんですね。でそんな中でこんな話がありました。これはいろいろな布教師の方がご紹介してくださっている話ですので、一回はこう聞いた話かもしれません。
ある方がね、タクシーに乗っておりまして、お念仏していたって、こういうんですね。何万ダブ何万ダブとお念仏をしておった。そうしますと、その様子をご覧になったタクシー運転手、何ておっしゃったかっていうと、安心しとってください、安全運転しますさかいにって、まあこうおっしゃったって。まあわかりますよね。まあお坊さんですとね、何万ダブ何万ダブとこう場所を選ばず、こう時間を選ばずなさっている方を拝見いたしますと、まあ、この方は広島県なんだろうか、九州なんだろうか、きっとね、お念仏というものをこう大切になさる風土の中で、まあ、お育てに預かったんだろうな、こういうふうにこう想像しますけれどもね、まあ、普段浄土真宗という身教えに馴染みがない、まあ、タクシー運転手ですし、で私たちは基本的に問題を解決するため、目標を達成するために私が努力を積み重ねていく、そして結果というものを出していく、私は何をなすべきなのか、まあ、こういう考え方が骨の髄まで染み込んでいますので、このタクシー運転手の方もきっと、この何万ダブ何万ダブとお念仏をなさっているから方は、まあ、何かしらのこう悩みを抱えていて、まあ、それが自分の運転に怯えているんだろうと思ったんでしょうね。悩みを抱えていて、まあ、それを解決手段としてお念仏を唱えておった、そういうふうに見ておったんでしょうね。まあここまでいかなくてもね、この私が仏様のお悟りに近づくためにお念仏を積み上げていって、仏様の方へ近づいていくという、こういったお念仏の考え方って、まあ普通の考え方なんでしょうね、自然な考え方なんでしょうね。浄土真宗を開かれました親鸞聖人という方は、最終的にはこう奥様である、まあ、恵心尼様を妻に迎え、また山ではなくて、市外で普通の方々と同じような生活を送ってらっしゃいましたけれども、親鸞聖人は初めからそのような生活をなさっていたわけじゃないんですね。まあ、この動画をご覧になる方々なら、まあ、重々ご承知の通りでありましょうけれども、親鸞聖人は数え年9歳の頃から29歳に至る20年間、当時仏教の総合大学の帝をなしていた比叡山延暦寺で、まあ、たくさんの学問と、そして、厳しい修行実践をなさった方でありました。大正10年、本願寺の蔵から恵心尼さんのお手紙が発見されましてね、これを発見してくださったのは鷲尾教先生という方。そのお手紙によりますと、親鸞聖人は比叡山におきまして道僧という立場のお坊さんであった。お堂の堂に僧侶の僧と書いて道僧と言います。道僧という立場のお坊さんであった。最初はね、この道僧というお坊さんが何をなさっていたお坊さんなのか、まあ、よく分からなかったそうなんですが、まあ、学者の方々が一生懸命こう研究してくださって、今日では上行堂というお堂で、上行三昧という修行をなさっていたお坊さんのことを道僧という、こういうことが明らかになっております。でこの比叡山っていうのはですね、西本願寺と違うのは町中にあるお寺じゃないんですよね。まあ、山全体がこうお寺のような、まあ、そういったお寺なんです。で
非常に広い敷地の中に、まあ、点々とお堂というものが建っているんですが、比叡山というのは大きく分けて、まあ、3つの区域、エリアからなっているんです。一つが国宝でもあります根本中堂というのがある、不滅の炎とかね、有名ですけれども、この根本中堂がある東堂というところ、東西南北の東にエッフェル塔の塔と書いて東堂という地域というかエリアがある。でもう一つ、この東堂の少し上行きますと、東西南北の西に塔と書きまして西塔というエリアがある。でもう少しね、北の方に行くと縦横の横という字に縦三本線の川、まあ、普通に書いたら横川って呼びますけども、この横川という場所、この3つのこうエリアに分かれているんです。で、上行堂というのは一体どこにあるかというと、現在ではね、西東という場所にあるんですね、上行堂で。実際今年の初めの方、友人の結婚式がありまして、まあ、その帰りにね、比叡山に寄ってみたんです。そうしますと、この西東の上行三昧をなさる上行堂というお堂の前に、まあ、石碑が立っておりました。で、どんな石碑かといいますと、親鸞聖人御旧石って書いてあるんですね。で、少し離れたところにもう一本石碑が立っておりまして、そこには何と記されておるかというと、親鸞聖人修行の地って書いてあるんですね。ですからきっとこう比叡山の上行堂を参拝した方々は、あ、ここが親鸞聖人が修行された土地なんだろうと、まあ、こういう感想を持つのが、まあ、普通なんでしょうけども、どうやら親鸞聖人のひ孫であり、また本願寺を創建してくださいました覚如聖人という方がお書きくださった親鸞聖人御伝記、それによると西東ではなくて横川でね、修行なさっていたそうなんです。今ではね、この上行堂というのは横川ではないんですが、戦国時代、この比叡山延暦寺と織田信長がですね、まあ、全面対決をいたしまして、比叡山のお堂というのが全て焼き払われてしまった、まあ、瑠璃堂っていうお堂だけ一つだけね残ったそうなんですけども、ほとんど焼き討ちにあってしまった。ですから西東にある上行堂も当時のものではなくて再建したものなんです。で、この上行堂というのは西東だけではなくて、まあ、横川にもあったらしいんですけども、いろんな場所にあった。で、親鸞聖人は、まあ、おそらく西東ではなくてね、横川で上行三昧に勤めらしていらっしゃったと、まあ、こう言われております。じゃあね、この石碑は一体何なんだろう、この前行ってみましたんで、まあ、見てみたんですけれども、お堂の正面にある親鸞聖人御旧石っていうのは建てられた年月日が書かれておりませんでした。で、もう一つ少し離れたところにあります親鸞聖人御修行の地という、こういう石碑にはね、寄進された年月日が記されておりまして、結構最近なんですね、平成元年でありましたから、今から30年前ぐらい。で、誰が寄進なさったんだろうか、こう見てみますと、こう石材店の名前が記されてました。で、親鸞聖人という方がどうやら、まあ、横川の方でご修行なさっていたんだろうなということは、比叡山側もね、重々、まあ、承知のようでありまして、比叡山延暦寺から出されている、まあ、公式のパンフレットがあるんですけども、そこにはしっかり親鸞という方は横川で修行されていた、まあ、こういうふうに記されているんですね。まあ西東の上行堂に建てられた
親鸞聖人御修行の地っていう石と御旧石っていうあの石っていうのは、まあ、いろんなこう大人の事情があるのかもしれません、まあ、観光客を呼び込むため、まあ、そういう目的もあるのかもしれません。で、この上行堂における上行三昧っていうのはどういった行かといいますと、まあ、四角屋のお堂がありましてね、で中央に阿弥陀如来のご本尊がご安置されている。でその阿弥陀様の周りをひたすらね、あの歩み続けるっていう修行なんです。90日間、横に伏して休むことは許されない、非常にね、まあ、厳しい修行であります。実はこの修行というのは現在比叡山で実際に行われているんですけれども、明治から昭和にかけてしばらくね途絶えておりました。でそれを復興させたのが酒井雄斎さんという方、聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。この方はですね、まあ、比叡山の修行の中で、まあ、最もこう過酷と言ってもいいのかもしれない千日開放行という非常にこう厳しい実践、命を落とす可能性がある、これを二度満行された方でありまして、この方がですね昭和の時代に復興させたんです。じゃあね、なんでこう明治時代にこの行が途絶えてしまったのか、これはですね、ノンフィクション作家の長尾三郎さんという方が酒井雄斎さんについて人生をまとめたもの、本がありましてね、生き仏になった落ちこぼれっていう書籍があるんです。まあ、その中に書いておったことなんですけれども、明治時代この上行三昧を務められたお坊様がいらっしゃって足を痛めたって、で足がね痛んで膨らんで腫れまして、とうとう命を落とすことになってしまった。このお坊さんがね遺言で何ておっしゃったかというと、もうこの上行三昧は今後やらないでほしい、まあ、そう遺言されて、まあ、亡くなっていったそうなんです。まあ、それほど厳しい修行で、酒井雄斎さん、この上行三昧という修行をこう復興させるときにいきなり始めましてね、やっぱりできませんでしたっていうわけにいきませんから、実際に始める1週間前ぐらいに予行練習したっていうんですよ。予行練習で、ちなみにこの予行練習した話っていうのは比叡山学院という比叡山のお坊様を育てる学校がありまして、そこでこう教鞭を振るっており、なおかつ浄土真宗本願寺派、本願寺派の官学というね役職っていうんでしょうか、まあ、お相撲の世界みたいに学問のこう階段があるんですね。大関横綱とこう上がっていく、このお相撲でいう横綱の位を官学っていうんですけどね、この官学という職にある浅田和尚という方、こういう方がいらっしゃいまして、その方が今から10年以上前でしょうか、750回、親鸞聖人の750回第四期法要の際に、まあ、いろんなところでご講演くださっておりまして、まあ、それを通して、まあ、知ったんですけれども、この酒井雄斎さん始まる1週間前予行練習をなさった。でね、やっぱりやってみていろんなこう壁にぶつかったっていうんですね。一つが90日間横になって休むことができませんから、まあ、どのように体力を回復させようか、これが一つ、まあ、難点だったそうです。そこでね、酒井雄斎さんが編み出したのが、まあ、中央にこう編み出したのがいらっしゃる、で四方を囲むように、まあ、柱がね立っておるんですけども、その柱と柱の間に、竹の棒をねかけまして手すりのようなものを作るんです。で休む時はその手すりに体を預けまして休む、
で休んでいるうちにだんだん意識が朦朧としてくる、気失うんですって。そうしますとその手すりから体が転げ落ちる、まあ、その時の衝撃でこう目が、ね、パッと覚めまして、また南蛮なる南蛮なると お念仏をして歩みつけ、まあ、そういうことをなさったそうです。もう一つね、問題が起こったのは90日間ひたすらお念仏を唱えていますと、自分が今一体何を唱えているのか、それが分からなくなるっていうんですって、うん、南蛮な仏を忘れてしまうって。ですからね、酒井雄斎さんどういうふうになさったかというと、自分が歩く信仰方向に南無阿弥陀仏という仏様の名前、お名号と言います、お名号を掲げながらそれに向かって歩むということをなさったそうなんです。以前NHK のブラタモリという番組、タモリさんがやってらっしゃるブラタモリという番組が浄業堂の中を撮影いたしましてね、で実際にその様子がインターネット上に今残っております。きっとね、ブラタモリ浄業三昧って調べますと、番組として残しているというよりは、個人の方が、趣味でブログとしてアップしてくださっているんですが、興味ある方はご覧になってみてください。実際に竹、柱と柱の間を竹を結ん でしかも進行方向に壁に南無阿弥陀仏という掛け軸が掲げられています。で親鸞聖人もおそらく同じようなことをなさっていたんではないでしょうか。厳しい指導をなさっていた。しかしね、この方法じゃ己の煩悩というものの解決をすることが叶いませんでした。そしてとうとう山を降りられて出会われたのが生涯の師匠として仰いでいく法然上人、今は浄土宗の開祖としてありますけれども、親鸞聖人はこの生涯の師匠と仰いでいく法然上人に出会われた。そしてその法然上人のお導きによってお念仏の意味合いというのが180度転換していくんですね。で転換していくってもともとはどういったお念仏かと言いますと、厳しい実践を90日間かけて、このお念仏の功徳を重ねていって仏様に近づこうとしていく、つまりこのお念仏というものは仏になっていくという目的を達成するための手段、手立てであった。しかしその意味合いというのは180度変わっていく。このお念仏というのは私が仏になっていく手立てではない、阿弥陀如来という仏様が全てのものを生き方をつけず死に方をつけず、そして心のありさまを問わないで必ず救うと願われ、その願いはただの願望で終わることなく願い通りに完成し、この仏様は今南無阿弥陀仏と私たちの口に唱えられる姿となって私の上に入り満ちて南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と働いてください。この南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏と唱える仏様、これはね、私の姿であると同時にそのようになし替えた仏様の働きが届いている証拠であったと、このように仰いでいかれたのが親鸞聖人でありました。私たちは私が何を成して目標を達成しよう、私が努力をして目標に近づいていこう、こういう考え方がね、染みついていますから、なかなか仏様の働きが届いた姿が私たちのお念仏だ、なかなか受け取りにくいかもしれません。一つこう例えを使って申し上げますと、お念仏を手立てとして手段として
仏様に近づいていこうとする。これを例えますと、小さい子供が母親の愛情という目的を達成するために、母親の愛情を得るという目的を達成するために、手段としてお母さんと口にして母親の愛情を求めていくようなものである。この時の子供のお母さんという母親の名は、目的を達成するための手段、手立てであります。しかしね、子供というのはね、自然と母親の名前を呼ぶわけじゃないですよね。子供が母親の名を口にする、その前に先立ってね、母親の方が私があんたの母さんだよと名乗らなければならない。母親が愛情を持って子供に対して、私が母親であるお母さんだよと名乗り続けたご努力というものが、この子供の上に入り満ちて働いているのが子供のお母さんという姿なんだ。こういうふうに例えられるでしょうね。私もちょうど3歳と5歳になる子供、娘がおるんですけどね、下の娘はね、3歳になる直前になってもお父さんって言いませんでしたね。3歳と言いますと、こう結構差があるんですけども、喋る子は結構普通に喋るんですよね。ベラ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 喋るんです。で、うちの子供は少しこう他の子よりも言葉を喋るのが遅いっていうのもありましたけども、いろんなものの名前を口にするんですよ。お馬さんだとか、ペンギンさんですとか、そういったことは口にする。しかも母親の名も呼ぶんです。しかしね、お父さんとは言ってくれませんでした。だからといって私がですよ、いつお父さんって言ってくれるんだろう、そうやってぼーっと待っておったって、ずっとね、この子供はお父さんっていうことは口にしないでしょうね。この子がお父さんと私の名を口にすることまでに、まず私の方が先立って名乗らなければならない。で、面白いことにね、子供というのは親が名乗ったようにね、親の名を口にするんですね。うちの子供はですね、私のことはお父さんと呼ぶんです。で、私の妻であり、子供からすると母親のこの女性を、ママって言うんです。別に使い分けているわけじゃないんですよ。この結婚した時にお父さん、お母さんで行こうか、パパママで行こうか、意見が食い違いましてね、そのままでいいやっていうことで、私はお父さんだよと名乗り、そして、私の妻、子供からすると母親は、ママであると、そう名乗った。それが子供に届いて、子供はね、名乗ったように、親が名乗ったように私たちを呼んでくれるんです。南無阿弥陀仏という仏様は、あなたを救う仏がここにおる、南無阿弥陀仏の仏様がおると、南無阿弥陀仏の仏様として立ち上がって私の上に入り満ちて働いてくださいます。この南無阿弥陀仏のお念仏というのは、この私が仏様になっていくための手段じゃない、手立てじゃない、ましてや安全を願うためのおまじないでもありません。私が唱えるというこの姿の背景には、全てのものを救うと願われた仏様のご苦労というものがありました。そのようにお聞かせいただく、そのことを親鸞聖人という方は、見浄土真実教行証文類という書物の中でこのようにおっしゃっています。しかるに経に門というは、衆生仏願の正気本末を聞きて、疑心あることなし
これを門と言うなり。まあ少し難しい言葉なんで、一つ一つの言葉の意味合いというものは今回は説明いたしませんが、仏願の正義本末といいますのは、仏様の願い、すべてのものを無条件で救うというこの願いは虚しく終わっていくわけじゃない。その願いは願い通りに完成して私の上で生き生きと働いてくださっている。そのお祝いを聞かせていただく上に、この私の命は虚しく終わっていく命ではない、仏になっていく命であると、そのようにこの私の命の意味の転換というのがね、意味合いというのが大きく起こってくる、これはですね、今浄土真宗の話としてお話をいたしましたけれども、お祝いを聞かせていただくところに見えてくる景色が変わっていく、意味合いというものが転換されていく、そういったことは私たちの身の回りにもね、いろいろあるようであります。一つはこの浄土真宗の御教えというものを、今お祝いを聞かせていただくところに意味合いというものが変えられていくということを、もう少し身近に味わうために、少し引きんな例なんですが、一つエピソードを紹介させていただこうと思います。毎年、正月の季節になりますと、特番でなんですけれども、芸能人格付けチェックっていう番組が放映されるんですね。ご覧になった方も多いかもしれません。大体番組名聞いたら、どんな番組なんだろうか想像つきそうですけども、一流芸能人が一流のもの、なかなか手に入りにくいもの、希少性が高いものと、でもう一つ、一般的に手に入るもの、安価なもの、その違いというものを見分けることができるんだろうか、味わって、違いが分かるんだろうか、そういうことをね、テーマとした番組なんです。で、いろんなこう方面で活躍してくださっている方をこうゲストとして集めまして、例えば2020年で言いますと和田アキ子さんで、アナウンサーの古舘一郎さんで、残念なことにこの度のコロナウイルスでご逝去をなさいましたけれども、志村けんさんで、お笑い芸人の方で言いますとタカアンドトシさんですとか、若手俳優で言いますと、最近テレビの CM のUR で R っていうテレビ CM、 あれに出演なさっている千葉雄大さん、吉岡里帆さん、そうそうたるメンバーが揃っているんですね。で、いろんなジャンルの問題を出す、例えばワインの問題、1本100万円もするようなヴィンテージのワインと、1本5000円ぐらいの、テーブルワイン、5000円でも、私からしたら、いいワインなんだろうなと思いますけれども、その違いを見分けることができるんだろうか。もう一つ例を出しますと、お肉の問題、一つは日本三大牛の一つである松阪牛の、綺麗なね、油のサシが入ったお肉と、でもう一方がスーパーの特売として売られているような、100g 300円ぐらいの、激安のお肉、お肉の問題はね、見た目で分かってしまいますからね、目隠しをして、味だけで違いが分かるかどうかやるんです。で、ワインの問題はね、難しいんでしょうけども、私でもこれできるんじゃないんだろうかっていう問題がね、結構出るんですけども、案外ね、一流芸能人といえども見分けることができない、不正解を出してしまうんです。そうした中ね、この番組に11年前から出演なさっておって、今まで
一回も間違いを出したことがない58連勝中の芸能人がたった一人だけいるんです。それがね、ロックミュージシャンのガクトという方。ついこの間飛んで埼玉っていう、邦画ですか、日本の映画がテレビで放映されておりまして、東京と神奈川以外の関東の県は、散々な描写でしたけれども、この映画において出演もなさっていた GACKT さん、この方がですね、11年前から出演なさって1回も間違えたことがない。で、11年前初めて受けた課題がクラシックのバイオリンとビオラの二重奏を聞き分けることができるのかどうか、そういった問題でありました。で、最初に演奏されたのがストラディバリウスというバイオリン、もう数百年前に作られて、バイオリンの原型とも言われているような非常に価値の高いバイオリン。で、もう一つがガスパロ・ダ・サロというビオラ、これもね、ストラディバリウスに引き劣らない非常に、希少価値のあるもの。この2つ合わせてね、値段だけじゃないんでしょうけど、36億円もするんですって。ですからもう普段はこう楽器としてというよりは、非常に価値のある骨董品っていうんでしょうか、そういった感じなんでしょうね。で、もう一つはですね、これに対して演奏されたのが2つ合わせて20万円ぐらいの中古の初心者用のバイオリンとビオラの演奏、この2つを聞き分けることはできるだろうか、どうだろうかっていうのが最初の課題でありました。で、今年の正月に放映されたこの芸能人格付けチェックにおきまして、このガクトさんが初めて受けた課題の VTR をね、再放送で流しておったんですけれども、私はクラシック普段聞かないっていうこともあるんでしょうけどもね、違いがね全く分かりません。もう同じように聞こえる、どっちがいいか分からない。一方ね、このロックミュージシャンのガクトさんというのは、こんなの簡単すぎる、結構強気なね発言するんです、と言ってね、その通り正解し続け、音楽のね問題ならまだしも、他のジャンルもね、ワインの問題ですとか、お肉の問題もあった、あと盆栽なんていうのもありましたね。次々とクリアしていく、そして連勝記録を伸ばすことを58連勝、で毎年、こう連勝記録を伸ばしていきますと、周りからやっぱり期待されるんですって。収録が近づくと、今年もいよいよ芸能人格付けチェックですねって皆から期待される、そうしますとね、この本に非常にこうプレッシャーにかかるらしくて、収録が近づくとお腹が痛くなったりで、年によっては500円台ぐらいの円形脱毛症ができてたって写真上げてましたね。それほどのプレッシャーがあった。でね、今年は何か嫌な予感がするってガクトさんがこの番組の冒頭にスタッフに言うっていうね、やり取りが放映されるんですね。出演しようか辞退しようか、そういう相談するというシーンが番組の冒頭に上がる。で、結局は今年も出演なさったんですけれども、そのスタッフとのやり取りの中で、このスタッフの方が素朴な疑問をガクトさんにするんです。で、どんな質問かと言いますと、なぜ聞き分けたり見分けたり味わって、ヴィンテージものとそうでないものを見分けることができるのか、どうやったらできるのか、それを尋ねたんです。58も記録を作りますとね、中には番組上の演出なんじゃないかって疑う方も
構いらっしゃるでしょうね。で、まあ、普通に疑問ですよね。どういうふうにしたらそういいものと悪いものが見分けることができるのか、それを質問なさった、まあ、それに対するこの GACKT さんという方の答えが非常に印象的でありました。まあ、なんとお答えになったかというと、毎日ね、美味しいものばかり食べている方といって、この一流のものとそうではないもの、それを見分けることができるようになるかというと、そうじゃないんですって。美味しいものっていうんだったら、それはジャンクフードだって美味しいじゃないかって、そうしちゃう。しかも美味しいか美味しくないっていうのは人の好みであって、100万円もするワインより5000円の方美味しいと感じる人は当然いるだろうって。味の良し悪しだけじゃないんだって。じゃあ普段どのようにこの方はワインをたしなんでいるかと言いますと、このワインの味をね、味わうとともに、そのワインが一体どこで作られているのか、誰が作っているのか、どんな製法で作られているのか、どんな歴史があるのか、また作られてからここに届くまでどういった管理がなされていたのか、それを一緒にね、お祝いを聞くっていうんですね、由来を聞くって。例えば年代物のワインというのが、まあ、ありますけれども、この年代物のワインっていうのは、ただ単に蔵の中で寝かせておけばいいっていうもんじゃないんですって。まあ、私もその番組を見て初めて知りましたけれども、年代物、30年も50年も時間が経ったワインというのは必ず目減りしてくる、量が減ってくる、しかもコルクもね、傷んでくるって。じゃあどうするかと言いますと、定期的にワインのコルクを開けまして、で同じヴィンテージのワインを継ぎ足して、で新しいコルクに付け替え、こうリコルクっていう作業をするそうです。そのような作業を経て、まあ、大切に扱われてきたワインっていうのは味の深みが違う、こうするんですね。またバイオリンもそうです。実はバイオリンの音というのは、この何百年前に作られたストラディバリウスよりも初心者用の20万円くらいの楽器の方が、演奏のハーモニーがね、合っているっていうこともあるんですって。しかしね、この方がおっしゃるには、今から数百年前、作られてバイオリンの原型とも言われている、そのストラディバリウスが未だ音が鳴る状態で保管されている、そのストラディバリウスの音を聞くとね、もうパッと分かるっていうんですよ。しかもね、その音を聞くと涙が出てくる、涙がにじんでくるって、こうおっしゃってました。それは単なる音の良し悪しだけじゃないんでしょうね。このガクトさん、ロックミュージシャンの心を揺さぶっていたのは単に物理的な音の良し悪しじゃない、この音にまつわる歴史というものが、いわれというものが、このロックミュージシャンの心をして揺さぶっていったんでしょう。これがね、おいわれの持つ力であります。おいわれを聞かせていただくところに、この現実というものに新しい意味合いというものが生じていく、これが浄土真宗の念仏の御教えと通じるところでありましょう。私今35歳でありまして、こんなことを言うと、上の方にお叱りを受けそうなんですが、だんだん体の衰えっていうのを感じますね。体もこう硬くなってきましたし、何か重たいものを持つときでも、昔はそんなに気にしていなかったけれども、今はですね、重たいものを持つときはきちんとね、膝を曲げて腰からね、腰を落として物を持たないとすぐにぎっくり腰になる、腰痛持ちなんです私。
ですからこの腰痛になるには衝撃がかかるとよくないっていうんでね、ももの裏の筋肉がこの衝撃を和らげるサスペンションの、役目を担っているんですって。で毎日こうストレッチなんかしたりするんです。で体重も減らなくなってきましたし、体のことは何よりも気力がね、やっぱり20代に比べて落ちてきました。なかなかこう新しいものに挑戦しようというね、心が湧いてこないんです。それはね、娯楽であってもそうなんですね。例えば映画ですとか漫画でもいいです。新しいものが出ていてもね、それをね、何か挑戦しようという気が起こってこない。新しいものを見ようという気が起こってこない。すでに見たもの、読んだものをね、もう一度見て、なぜか安心してしまう。そういう私がいます。テレビを見ましても、アイドル全員同じ顔に見てしまう。これもね、気力の低下、気力の衰えというものなんでしょうね。このように、若さですとか美しさ、この元気、そして新しいものに挑戦していくという記録、こういったものが素晴らしいという価値観を持ってこの私の人生を眺めていくならば、きっとこの命は衰えて、そして虚しく終わっていく命になってしまう。しかしその仏様の御教えを仰いでいく中で、この美しさ、また若さというものは一時的なものではない、私たちが拠り所にすべき本当のものではないと気づかされていきます。しかしそれでもね、これらは拠り所にすべきではない、そのように、気づかされてもなおそれらにしがみついてしまう私たちであります。その価値観によって自分を評価してしまう、下げすんでしまう私たちであります。そのような私たちをご覧になった阿弥陀如来という仏様、この私に変われとはおっしゃいませんでした。お前が変われないようならば、この弥陀が阿弥陀如来という仏様の方がこの私の救う仏様になると変わってくださった。南無阿弥陀仏の皆となって私の命の上に入り満ちて、虚しく終わらせはしない、必ず仏に成し上げると働いてくださる仏様がこの阿弥陀如来という仏様でありました。この南無阿弥陀仏の念仏は私が仏になっていくための手段ではない、手立てではない。今こうしてお念仏をするところに早く仏様が入り見してくださる、すでに目的であったと、お念仏のお言われを聞かせていただく中で、この命というものの意味合いというものが大きく変わっていくという、一つお浄土へ向かっていく命であったと秩序づけられていく、そのようなことを本日は親鸞聖人のご命日に際しまして、お聞かせに預かることであります。本日のご法話の勧誘といたしまして、本願寺を室町時代に率いてくださいました第8代蓮如聖人の御文書、お手紙ですね、これをもって本日の勧誘とさせていただきます。聖人一流の五感家の趣は新人のもって本とせられそろう、そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に弥陀に帰命すれば、不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっきり少女死守とも釈し、その上の称名念仏陀如来
我が往生を定めたまいし、煩悩人の念仏と心べきなり、あなかしこ、あなかしこ。ナンマンダブツナマンダブツナンマンダブナマンダナンマンダブナマンダブナンマンダブツナマンダブツナマンダブナマンダブナンマンダブ。南蛮南仏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 南蛮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 南